小野田さん、そして動画をご覧の皆様、人はですね、常にというか、よくね、人生の選択肢を持たされたときに、最善を尽くして、こっちがいいんじゃないかなと思って選びますよね。でも、その最善の選択の結果が本当に今日ならば、なんでこんなに不自由なんだろうかっていうふうに感じたことありませんか？そしてですね、子供の頃には子供の頃の不自由がありましたけども、大人になったらその不自由が消えるのかと思ったら、実は消えた面もありますけども、新たな不自由がたくさん積み重なっているっていう風なね、そんながんじがらめな日々っていうのがあるんじゃないかなと思います。金銭的な自由、そしてですね、時間的な自由、人間関係の自由、その他にも文化、伝統、常識、こういったものの自由と不自由の狭間で、私たちは何を思い煩っているのかなってことでありますね。で、吉谷さんもそうですし、私もそうですし、小野田さんもそうでしょうけども、なんかね、似たような経験からスタートしている部分があるなと思うんですよ。勤め人をしていて、雇われていたんだけども、でも、自分でやってみようというふうに飛び出していったわけですよね。そして雇われている間って、一定の不自由はあったのかもしれませんけども、そこまで深く私は考えてなかったような気がしますね。与えられた環境でベストを尽くす、それでいいのかなと、ね、例えば連休が取りにくいんだったら連休を取らなくてもいいような、生活になっていきますし、月収が限られているなら限られた月収の中でどう切り詰めてやっていこうかなみたいなね、そんな工夫も生まれていたりしました。そう考えていくと、今は勤め人のような不自由はないし、勤め人であった時の安定感というのも同時にないかなと思いますね。ただ、全てが自分の力で作り出していける。全てが社会と自分とのこの相対関係になっているのかなと思いますし、勤め人だった頃は会社の中での自分の位置関係だったんで、会社が大きく動く方向を決めて、自分はその中の会社の大きな枠組みの中で少しのアクションの中でやっていたのかなと思いますよね。今回自由っていうテーマで動画をね、小野田さん出してくださいましたけども、普段私もあんまり意識することはないんですよ。ただいろんな方の相談ごとに答えるときに、自由がないと、自由になりたいというキーワードは繰り返し繰り返したびたび出てくるんですよね。それで私なりに自由ってものをどういうふうに捉えばいいのかなっていうふうに考えたときに、私はね、自由ってのは自由と不自由というこう二項対立があるわけではなくって、そのグラデーションなんだろうなと思うんですよ。言ってみれば自由って言葉よりも自由度の方が正しいかなと思います。で、先ほどの話に言うと、私は勤め人だった時よりも今の方が自由度は高いんですよ。もちろん 100% 365日24時間完全なる求めた自由があるかって言われるとそうではありません。私も不自由を感じる時はあります。ですけどね、基本的には自由度は上がってきたかなと思いますし、これからも自由度を上げていきたいなと思うんですよ。どういうことかっていうと、選択肢を増やすっていう言葉にね、入れ替えていくと自由っていうのは測りやすいのかなと思います。以前は休まないとかね、休日で決められた日以外は会社のことをする、その中での自由度の選択肢でした。ですんで基本的に土日は休めないみたいなね、選択肢を放棄したところから私のライフスタイルっていうのは始まりますんで、平日に例えば女の子とデートするとどこもガラガラなんですよ。で、土日っていうのは料金高いですよね。連休っていうのも料金高いと思いますし、どこも混雑しますよね。私はそういう場面にサラリーマンの頃は出会わなかったんですよ。全てがガラガラ、全てが平日割引ね、そんな感じで、ある意味快適に過ごせたかなと思いますし、そういう環境の中で快適に過ごせる人と一緒にいたんだなと思いますね。そして会社の選択肢ってものを理解した人との出会いが多かったです。いわゆる職場恋愛っていうのがものすごく多かったですよね。そもそも職場以外の出会いっていうのは皆無に近いと。私の頃は携帯電話の出会い系サイトっていうのが始まっていましたんで、そこでね、会社以外の人との出会いっていうのがありました。結構ね、全国の女の人と出会えてね、私のね、両親も住んでいる家に
泊まりに来た女の子もいたりとかね、それから私の職場情報も全然上げていましたんで、勤務中に売り場にあの女の子がいたみたいなね、そんなこともあったりとかね、うん、いろいろと面白いことがあったもんだなと思いますけどね。ちょっと話が飛びましたけども、自由度なんですよ。私が今こうして隠居暮らしをしているのも自由度が上がった状態なんですよね。そしてね、多くの方は自由の中でも好きな人を持ったり、守りたい人ができたり、家庭を持ったり家族を養おうと思ったら不自由が始まるんじゃないかなっていうふうにね、思うかもしれませんし、うん、私もそれはね一部覚悟しているところはありますけども、ただね、この家族に対する不自由っていうのは私にとっては負担でも何でもなくて喜びなんですよね。家族のためにこれをしなければならないっていうのは、どちらかというと男の義務や責任という言葉ではなくて、喜びという言葉に置き換えられてるんですよ、私はね。かっこよく言えば、女を守るのは男の義務ではなくて男の喜びだっていう、その言葉に集約されてるんですよね。家庭や家族を守る、そのために命を張るのは男の喜びであるというふうに思ってるんですよ。自分の全知全能をかけて作り上げた資産、それを誰に使うのか、自分一人のために使うのか。私は自分一人のために使った時でも喜びはありましたけども、損得抜きにこの人のために使いたいと思えるような人と出会ったことも幸運の一つだったかなと思うんですね。そして子供が生まれて、もしかしたら私の背中を見て過ごすかなと思ったらね、さらに引き締まるような思いがしますし、かといって子供がいようがなかろうが、家庭があろうがなかろうが、彼女がいようがなかろうが、そこには一定の喜びと責任があったりとかね、いろんな思いがあるのかなと思います。それぞれの暮らしの中で、選択の中で自由度が上がりつつ、自分の心がね、とても癒されて幸せだなと感じれるものに人は落ち着いていくのかなと思うんですよね。もちろん途中経過っていうものがありますんで、今はもしかしたら不都合があるかもしれないけども、だんだん解消してるよみたいなところがあるかもしれません。そしてどんなに安定して見れるような関係でも必ず波は来ますし、ひび割れは起きるんですよね。その時にそのひびの修復にものすごく一生懸命になる姿がいいなと思えるのか、それともなんでこんなやつのために我慢しなきゃなんねえんだよみたいな感じでね、自我を通していくのかっていうところもまた一つの選択肢かなと思います。さあ、自由という言葉なんですけども、私は正確に言うと自由度ではないかなっていうふうな形でお話してきました。自由度ってのは何かなっていうと、選択肢の多さがその自由度の高さと言えるのではないかなと思ってますね。まあ、ですので、私も完全に自由を手にしたわけではありませんけども、今のところ身の丈に合った自由はあるかなと思います。どんな時でも自分の一番選びたいものを選べる環境にはあるのかなっていうところですよね。自分が選びたいものが一部の制限によって選べない時、そこに不自由を感じることはこれからもあるかもしれませんけども、今のところは見当たらないのかなというところですよね。そういう意味でも私は勤め人だった時の自由度よりも、今のようにね、全部自分で始まり自分で終わる、このまあ何と言いますかね、言葉がないんですけどもね、ネット起業家ですかね、フリーランスですかね一人企業ですかね、何と言っていいか分かりませんけども、今のこの隠居という立場は私が求めていた入り口に最大限立ったかなという気持ちですよね。こうやって小野沢さんとの関係が続いていることも一つの喜びですしね、うちにもまたね泊まりに来ていただきたいと思いますし、それから、小野沢さんの、ね、お宅といいますかね、新橋ですか、新橋で一緒に飲みましょうみたいなこともありますけども、今の状況がね、もう少し静かになったら新橋で一杯飲みたいと思いますし、前みたいにねサムネイル画像で送っていただきましたけども、美味しい焼肉もねご一緒したいと思います。いや、これからも小野沢さん、本当にね、このネットビジネスの世界で生き延びるっていうのは難しくはないはずなんですけど、あんまりいないですよね。いなくなっちゃいますよね。澤部寛さんとの関係も非常に羨ましく思ってます。なんかね、小野沢さんと寛さんが一緒にコンビで、過ごしている姿を見ると、まあちょっとね悔しいなみたいなね羨ましいなみたいなね、そんな感じで思っております。でも本当に寛さんと小野沢さんと目をかけていただきましてありがとうございます。今回ね、自由というテーマでお話ししましたけども、まとめて言うと、自由度というふうな言い方の方が、適当だったかもしれませんね。そして自由度とは何か、選択肢が多いか少ないか、
選択肢の多さを自由度が高いというふうに私は解釈しております。これからもね、少しでも多く選択肢を広げていくために健康でなくちゃいけないですよね。そして若々しくないといけないですよね。そのために自分が今手にした時間とお金っていうのを最大投資化して最大効率化させて、1年先、3年先、5年先は今よりももっと自由で、もっと選択肢が増えている、そんな人生にしたいなと思っておりますので、これからもお互い切磋琢磨、そして、なんか励まし合っていきたいなと思いますので、よろしくお願いします。いってらっしゃい。